はい、皆さんこんばんは。こんばんは。離島に来てまいりました。さあ、ポイントはね、初ポイントですね。これが頭や。そういうことか。そうでしょ。太陽ポイントの漁港の入り口。地獄の遠征となっております。そうよね。あー、しっかり抱いてくれた。アンチから連絡が来ました。でかいですね。でかい。あるある。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。来ましたよ。あ、マー君着きました。ええ、今日は2人ですね。2人です。久しぶりですよね。離島に来てまいりました。離島です。はい、可愛いんですよ、映画。可愛いらしいんですよ。すごいのよ。すごいのよ。っていうことでですね、はい、今年はデュエルサポーターの道ということで、マー君がねガチでデュエルサポーターを目指していくっていう企画をやっておりますんで、はい、皆さんインスタなんかもねフォローをこちら出しておくんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあちょっとマー君意気込みの方を。隠した。びっくりしちゃったから今の怖かったんだから。おっさん二人でね、何も喋れなくなってね、もう真っ青な顔して二人で、じゃあ移動しようって言って、もうちょっと歩きながらオープニングですよ。うん、こうなると、なんか何もしてないのにね、全部の荷物が横倒れになったんですよ。ザラザラ。怖っつって。そんなことある？ある。風ないから一切。いや本当よ。もしかしてマー君今日は婚礼ついちゃってるの？婚礼の方です。婚礼の方ですよ。サイド際に婚礼ということで、はい、今日もデュエルサポーターの道張り切っていきましょう。意気込みをどうぞ。デュエルサポーターへの道、今年が鍵だ。さあ、ポイントはね、初ポイントですね。これがやばい。それやばい。これが頭や。そういうことか。そうでしょ。そういうことか。ここ口だからもう周でしょ。でかい。でかい。怖い、でかい。初めて来たんですけどね、水深はね、そんななさそう。こっちがもう磯場ですね。あそこも行けますね。ここでやっていきましょう。はい、やっていきましょう。勝手にさ、違うでしょうが。違うね、セーフ。危ないわ。やってまいりました、1投目。デュエルサポーターへの道ということでですね、ヨズリーの 3D3 号から行ってみます。はい、ステーション。おー、ちっちゃいやつはいっぱいいます。こんくらいのやつは追尾ありました。2杯ぐらい。あそこお兄ちゃんのとこ、あそこめっちゃ良さそうね。いんとこ陣取ってるじゃない。はい、ポイント入りました。使用する液、キャストクワセですね、の3号マーブルカラー。この概要ですね。漁港の入り口、太陽ポイントの漁港の入り口。満潮がね、今日、5時ぐらいだよね。で今5時半、下げ始めのタイミングですね。ちょうど夕間詰めと重なっていいんじゃないかなと思います。かゆだろうな。頑張って振り倒さないといけないような気がするわ。はい、さあ、地獄の遠征となっております。そこを打破していきましょう。はい、風が結構あるっすね。向かい風ちゃん、向かい風ちゃん、どんごん。あなたが好きです。湾内もありそうやな。全然ありそう。むしろ風浦湾内の方が良かったりしたりしない？青力湯のね、スデイカマスター
そうよね。これイカやろ。ほら、おったおった。最後の土壇場。結構ある結構ある。よっしゃ、来たって、よかったって、来たった。これはどがして取り込もう。そっち側は、そっち階段ない。そこの階段に回す。かかりがね、浅いっぽいんで、ちょっとぶり上げはしたくないんですよね。あ、しっかり抱いてくれた。あ、しっかり抱いてくれた。抱いてくれた、抱いてくれた。あ、大きい大きい大きい。階段まで行ける。行こうか。さあ皆さん、エギを持っていきましょう。うん、キロ近くあるの。うわ、来た。ちょっと、うわ、来た。ちょっと、2人かかる。見て、ひどい。びちょびちょ。これも炭ですよ。ほら、ひどいでしょ、こんなの。うん、すごい、もう怒ってる。すっごいカリカリしてる。うわー、すごいカリカリしてる。見える、これ噛まれちゃって。ちょっと測りましょうかね。はい、ゲロかかるやつかな、これ。アオリキューかかるか。ついに下される最終審判、900サービスでございます。ありがたきでございます。あれです。ナイスー。はい、皆さんお疲れ様です。お疲れだ。ギリギリシェフの方で。シェフです。シェフで900のサービスでしたね、はい、昨日どうなるかと思いましたね。ないことになると思った。うん、やっぱり嵐を厳しい、厳しい。まあそんな日もありますよ。あります。でも昨日があったから今日じゃないんですか。そうですね、はい、昨日はだってアジ楽しんだし。実はですね、皆さん、はい、DM でですね、お前ら今年味釣ってねえだろと、はい、アンチから連絡が来ました。味を見せろと、なのでもういろいろな情報を駆使して、噂に噂をもう噂に乗っかってね、はい、今日のアジャは俺が立つ。私たちのポンコツなんで、はい、ジグヘッドしか持ってきてません。本当はなんか、ごめん、本当は素張りがいいみたいですね。素張りね、うん、これをまずこう目に通す、うん、通すでしょ、うん、でこういくでしょ、うん、おい、来た。違うでしょ絶対。え、こうでしょ。じゃああんたそれね。え、どういくと。いや、ちょっと見せて見せて。これでいきます。そんだけ。これでいきます。それだけ。僕はもう目にちょんが。皆さんどっちが正解だと思います。うわ、バリオルやん。あ、来た。食ったけど取れた、取られたっす。何何、合わせちゃった。合わせないといけない。あのね、待たないとかな。一発目のあの当たりはアジじゃないからね。そう。プロレスラーみたいにやられると。なるほど、ちょっと行ってきます。行ってきます。オキドキみたいになっとるけど、おはようございます。やばいです、詰めました。ちょっとやばい、でかい。でかいですよ。だからでかい、100あるやん。あるあるある。どうだったの、どうなったの。いや、それちょっと目標のサイズは釣れなかったけども、うん、目視で。あと水族館でしょ、あそこだって。行って見る価値あると思います。ほんとほんと、味だけ。そんなんだからマジで。ひどいだから。もう海女さんだから。ちょっと嬉しい。
ということで、はい、今回見事、うん、アジと、まあ、キロアップは釣れなかったけど、うん、キロ近いイカ、アオリイカ釣れたから、はい、いいんじゃないでしょうか、はい、いいと思う方はお願いします。お願いします。これいいと思わなくてもお願いします。ピンコだっちゃってるから、うん、お願いします。はい、はい、今よ、今お願いします。この時です。はい、あー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 い。